皆さんこんにちは。ビーチバレーボール部 GM の川合俊一です。昨日パリに入りました。そしてもう一発目はやっぱりねビーチバレーを見ようということで、ビーチバレーボール会場のあるこのご覧ください、エッフェル塔の目の前ですよ。今エッフェル塔あちらを見るとビーチバレー会場、もう最高の場所でありますね。ビーチバレーはね、女子のチームが日本代表で出てますが、トヨタの仲間というとね、ノルウェーとかドイツの、チームが我々のね、トヨタの仲間なので、特にノルウェーは世界ランキング2位ですから十分メダルを取る可能性があります。ぜひ皆さん応援してもらいたいと思います。もしこの後フランスパリに来る方はちょっと気をつけなきゃいけないのは、やたら道路に普通に馬糞が落ちております。警察官が馬乗ってますんで、日本みたいに歩きスマホをしているとぐちゃっとまあまあ大きいですので、歩きスマホは禁止です。それでは私、今からビーチバレーの日本戦を見てまいります。2セット目はブラジルをね追い詰めましたからね。ちょっと1セット目はねなんかちょっとサーブ落ちに行っちゃってやられましたけど、2セット目からブロック出てサーブも良かったし、戦い方を2セット目からやったら面白かったと思いますよね。でも世界のブラジルとビーチバレーでこの会場で戦えるというね、本当日本のビーチバレーボール関係者みんなね羨ましがってますよ。最高でしたね。そして男子バレー、そして女子バレーにね我々、トヨタの仲間がいますので、そちらもぜひ、応援してもらいたいと思います。他のね我々の、GTPA の仲間も頑張ると思いますのでね、それを応援していきたいと思います。そして、頑張れ日本、頑張れ GTPA。